ムーンが始まります。担当は時田瑞樹キャスターです。この後のウェザーニュースライブムーンを担当します、時田瑞樹です。今夜から明日にかけてのお天気を中心にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、早速みーちゃんということで、はい、こちらのリポートからいきましょうか。何でしょうまたリポートラーメンに戻りました最近あのイブニングでラーメンのリポート届くようになって、はい、あ、そうなんですか。なんか多分みーちゃんと二郎系ラーメン二郎行ってから多分スタッフさんも選びやすくなったのか。あ、そうですか。私の時間もラーメンのイメージがついたんですねいや、あの、嬉しかったです本当に行けて。ちなみにこの町田商店さんなんですけれども、はい、家系ラーメンってみーちゃん好きですか？はい、大好きです。美味しいですよね。はい、最高ですよ ね。なんかあのホームページ調べたら、はい、ご飯を海苔に巻いて締めて食べるのも美味しいって聞いたんですよ。うわ、最高です ね。私も家系ラーメンは結構ライスを頼んで。つけること多いですか？はい、さすが通な食べ方です海苔を乗せて、はい、ニンニクとかも乗せちゃっていいです、ね、巻いて食べるのが好きです。翌日休みの場合もっと食べたくなっちゃいますね。そうですよね。さやさんも家系お好きでしたよね。家系好きです。え、じゃあ今度ここも行きましょう。ここも行きましょう。やったレパートリーが増えますただあの店舗探したところ千葉がないんですよ、はい、そうなんですね、はい、町田商店さん東京神奈川にあるみたいなので、ちょっと行きやすいところを見つけていきましょう。ぜひ開拓したいですなんかラーメンマップ作りたくないですかいいですね。いや、みーちゃんならすぐ揃えそうです今日はラーメンではなかったんですか？あ、今日はちょっとラーメン、はい、でも家系食べたい気分だったんですよ。あ、そうだったんですか。すごいじゃんだからドンピシャでした。よかったまたラーメンでいいかなと思いながらこちらね、選んだんですけれども、いや、お腹空きましたいつもお腹を空かせに行くスタイルでみーちゃんの時にはやっておりますいつもこってリポートをいただいてるんですけれども、はい、ぜひ今度一緒にまた開拓しましょう、ね、開拓しましょう。楽しみにしていますさあ、あの、今日穏やかなところが多い中、はい、南西諸島や北海道ですとこの後もお天気心配ですね、はい、そうですね、うん、南西諸島は雨が降りやすいお天気続いていますし、北海道はこの後道北を中心に雨そして雷にも注意が必要となっております。ぜひ今夜から明日にかけてのお天気もウェザーニュースライブムーンから詳しくご確認ください。わかりました。ではこの後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。3時間ご参加ありがとうございました。イブニングの時間帯は穏やかなエリアも多くなっておりました。引き続き南西諸島は雨が降りやすく強まる可能性がありますので、ムーンの時間帯で最新情報をご確認ください。ではここで失礼いたします。